はい、スタイリッシュ、ハード、ゆっくり、改め、マダンです。そんじゃ、今回もゆっくり見ていってね。兄貴ー。は、なぜバレた？兄貴もエモいしてただけだというのに？居合今来たばかりですから、ほんと勘弁してください。え？はいね。私あなたに育てられた記憶なんてないですよ。当たり前です。何しろキモい、育てていないのですからー。虚しい。はい、というわけで始めますが、前回同様。以上の内容に注意してご覧ください。え、前回と違うって？うん、増やしました。つまり今回、コンギニューもあるよ。ではレッツゴー。広い。広すぎるぞ、てめんにぐるー。2000年前に、どうやって作った？ワンリキーのパワーを借りたのかな？もしや、くちばし人にこんな塔ができる日も近いのか。塔が完成すればディグダの穴経由で地盤を沈下させて塔を地下にしまい込んじゃえばいいわけだね。なるほど、いい考えだ。カモーン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 。テンション上がってきた。みなぎる。みなぎるぞー。うおー。アムロ行きまーす。あ、どうー。ルーケボイ。もうね、エニグマちゃんすごく嫌いなわけですよ。普通うざいってのもあるけど、思いっきり赤いの貯めてるのに急に消えるから安心して近づいたらぶっ放してくるでしょう。撃つのか撃たんのかはっきりせんかい、と言いたい。ここに瀕死のクマちゃんを置いて、他のクマちゃんを借りに行きます。元気なクマちゃんがトリガー引くと、本当にハラハラするっていうかムラムラすることになるからね。というかもう、クマちゃんとか赤いやつとか、嫌いな敵のオンパレードやでー。ここの敵配置を考えた人、生きて、いなせいないやつやねー。手前にリターン。は、外したわけじゃないんだからね。ちょっと弾をヒュンとさせようとしただけなんだから。ふふ、クマちゃんがマダンを撃ってきてるけど、そっからじゃ当たらないぜ。うん、マダン。いや、なんでもない。オーケー、もう一匹クマちゃんが湧いたはず。あんたなんか嫌いよー。ということで一匹相手に全力トリガーバースト。撃つのか撃たんのかはっきりぜよー。あ、しくった。もう一匹いたんでした。ふふ。だがここでケルベロスの出番だ。世間体なんて気にするものか。うわぁ、同じ技使いまくりのスパーコンボ。そう、初代バーチャファイターの10割コンボのごとく、シンプルイズベスト。言うてそう。オーケー、次の戦いが私を待っちょる。おう、こいつはかっちょいい石像だ。石像を見たらぶっ壊したくなるのが男の子の差がってもんよ。あちょー。例えば学校にある校長先生の石像とかをヌンチャクでぶっ壊したこととか誰しもあるよね。ね、ね。おお、かっちょいいエレベーターだ。大学でもこういうエレベーターを採用してはいかがだろうか。地面ぴったり。素敵すぎる。吹っ飛ばせるやつは吹っ飛ばさないと失礼に当たるってもんよ。しかし、リベリオンとケルベロスの組み合わせはあんまりやらないからうまくいかんね。カッチョ割りー。不詳、何回外せば気が済むのか。うーむ、これはウプ主がヌンチャクを買って練習して、フルシンクロするしかないのか。ネット君だってローラースケートの練習してたもんね。何のことかわからない人は2001年代のコロコロコミックを全部読み返してみるといいよ。画面が遠い。ジュゲムさん、ビビってないでもうちょっと近づいていただけませんか。
別に甲羅をぶつけたり踏んづけたりして雲をパクったりしませんから。なんといってもジュゲムさんはこの筋のプロですからねー。マリオがケープコンバット状態でマッハ超えのスピードで空を飛んでてもちゃんとカメラの中心に収めてますもんね。中腕ディス。マスターハンドの野郎、うざすぎる。お前はカービィのボスかスマブラのラスボスになってればいいんだ。縮小、しかしマスターハンドさんにもモテモテだね、ダンテ。まあそりゃこんなイケメンマッチョ高身長高収入高学歴なナイスガイが街を歩いてたら世の中の女性が黙っちゃいないね、多分。うん？高学歴？まあそれは置いといて先行きましょう。おう、美しい。あの歯車の中に後頭にちっと詰めて、何がしのデスサイズよろしくぶっ壊したく、おう、閉じ込められた？この橋を渡れとな？別に怖いんじゃないんだか。で、言ってるそばから落ちた。フラグ回収。スタッとな。ふふん、鍛え抜かれたからだ。じゃなくてもこのくらいの高さから落ちたくらいヘでもないぜ。だって RPG とかじゃよくあることでしょ？ポケモンでさえそうなんだからね。さて、厄介なタコちゃんは片付けたからあとはゆっくり、そうゆっくりと行きましょうか。いつからノーダメージだなどと誤解していた？しかし、こいつらミッション19専属スタッフだったのに、えらく降格したもんだね。そうか、考えてみればダンテマスト大モードでは大幅な人事異動が行われたということか。かといって白ヘルとか赤ヘルがミッション19に出てきたりはしないけどね。敵払い世の中よのう。多分ヘメンウグルのローンがすごく高くて、2007年末頃から始まった住宅価格の下落を受けて、返済が間に合わなくなっちゃったんだね。そもそもアーカムみたいな信用度の低い人にローン組んじゃいけないぜ、兄貴。待て、元を正せばヘメンウグルのローンって親父のか。3000年間も返済延滞したんだから、ものすごい利息溜まってただろうね。まあそれでも当時の価値なら元は取れたんだろう。だが、まさか2007年にあんなことが起こるとは。で、誰に支払うの？これ？ムンブスちゃん？アルゴサクスちゃん？まあいいや、レッツゴー。マスターハンドさんもクレイジーハンドさんもお勤めご苦労様です。ありのまま今起こったことを話すぜ。気づいたら死んでた。な、何を言ってるかわからねえと思うが俺も何をされたのかわからなかった。え、わかる？嘘だどんどこどーん。気を取り直してレッツゴー。この空飛ぶムカデ、中ボスなのか大ボスなのかはっきりせんね。乗る？オーケー。ビッグショータイム。うわー。ユーチェントヒットにー。ふっふ、当たらんよ。おしゃれなピアスをプレゼント。てか、途中で落ちたのは失敗です。昔見た動画みたいに前段反射できねえよ。乗る？オーケー。ゲンバーイ。あと痛い。かっこぶー。ダメージを食らったように見えましたか？違います。あれはデッドボールです。3デッドボールで最後は満塁ホームランを決めたって演出です。このボスだけはまともにパターン化してないので、ダメージは紫玉の反射のみに頼ってます。というわけで、紫玉が出ないなら手を出さぬー。行ってらっしゃいましー。あれ？今ちょっと瞬間移動しなかったかい？まあ見えない部分ってのはあえてしてそんなものですが。行くぜ、ユーケボー。ダメー、ユーケボー。前段反射のコツがわからんね。カモーン。乗る？ああ、ミスった、ババ。そしてトリガーバーストの存在を忘れてた。常に L1 ボタンを押しながらプレイする癖がついてるんだけど、話すの忘れてちゃ意味ないね。プレゼント。
キャッチ。アンドリリース。やっぱりキャッチ。あ、これはダメだわ。青玉の時は素直にチキンプレイ。いってらっしゃいましー。安定の瞬間移動。よしこい紫玉、痛い。ビューティフォー。落ちてしまった。畜生、紫玉のバーゲンセールだったのに。あれ全部反射できたら5割はいけそうなんだがね。ちょっとまだコツがつかめない。よっしゃカモーン。カシーム。きねー。お食事中の方々、ごめんなさい。さて、ここで余談ですが、ゲジゲジはゴキブリを捕食するから家に買っておくといいよ。あと生きたゴキブリに卵を産みつけるエメラルドゴキブリ鉢もおすすめです。アストロマティカルボード？なんだこの SF アイテムは。あやや、赤外線壊れちゃったか。開かねえ扉は、ぶっ壊せー。おう？とやー。え？お前が人に見えない。入ってます。パンチ。アーカムさんでしょ？これ、下ネタですよね？うーらー。信じられるか？この銃、セミオートなんだぜ。え？いや、その発想はおかしい。手にメモしてても忘れることってよくあるよね。謎の発射レート。これがエボニー&アイボリー。一家に一丁どうぞ。見せられないぜ。時計。これはひどい。誰がコンティニュー一回だけと言った？そう。死んだ場面以外にもカッコ悪い場面その他もろもろが発生した場合はコンティニューしてたから。この始末ですよ。まあクリアできれば万々歳さ。次行ってみよう。次はアーカム戦があるから久々にロイヤルガードで行くよ。あ、そうそう、ネタバレ注意ですよ。うふふふふふふ。レッツゴー。ここ、地獄っすか？ああ、なるほど借金地獄か。大変っすね、アーカムさん。おう、友達ー。だが断る。ご。今度はブラックオプス3とかでお願いしますよ。ご。こいつらは挙動が微妙に変だから嫌いだ。突進攻撃が結構通じしてくる上に遅いのがいやらしい。スチンガーミサイルがゆっくり飛んでこられたらフレアがあっても避けれない感じがするでしょ？そんな感じ。若者は速さを求め、クロードは遅さを求めるものなのである。のか？みんな。あ、そう。こいつら一気飛んでいくから追うのめんどくさいんだよね。特にベオウルフのキラーディーでも飛んでいくってどういうことなのさ。固まってろ。不縁なバカー。お前はプラナリアか。
OK、1対1になったら 100% 勝てる。ふふ、やっと、二人きりに、なれたね。おう？これは最近のポケモンでよくあるワープリカか？にょーっとな。またっすか。おじいちゃん無茶しないで。もう年なんだからそんな動きいつまでもやってると腰を言わすぞ。いやー、2番目に苦手な攻撃が来ましたわー。うわー、いつからノーダメージだなどと錯覚していた。なんちゅうかこの弾の位置がわかりにくいのよね。真横から見ても真上から見ても回避できないという、ある意味 3D アクションならではの斬新な攻撃とは言える。おじいちゃーん。ほら、無理するからこの始末っすよ。おとなしくしててくださいよ。さあ、ユーケフォー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 。美味しくいただきました。おじいちゃーん、あんたはいいから本でも読んでろ。なんなら稲荷の精を浮かしてやろうか。うえー、おじいちゃーん、気が違って遊ばすのか。しかしこの腰さばき、常人には真似できん。ここでスタイルレベルが上がる映像がフラッシュバックするのはウプ主だけ？よーし、レッツゴー。ここで行き先がわからなくなることがよくあるけど、一応 GPS つけてきたから大丈夫です。なんでこんな無駄な仕掛け作ったんだ、親父よ。別に仕掛けを使って壁を取り除かなくても、エアハイクとかエンジェルブーストがあれば取りに行けそうなもんだがね。さて、雑魚戦闘のガードが全くできないので装備変えないと。またクマちゃん出るからレッツチキンプレイ。オーケー。リアルタイムスタイルチェンジができると楽なんだけど、正直言って棒の断定はまともに操れません。リアルタイムは画期的だけど扱いがあんなに難しいとは。それにネロで L2 ボタンと四角ボタンの配置変えて慣れちゃってるから、武器変更もうまくいかないします。ミスった。あ、ちょー。おろ？ありがとうございます。親父、ちゃんとグリスアップしとかないとトルクチューンモーターでも動かないよ。ソウルオブスティール。ソウルオブスティール。ソウルスティール？ソウルスティール。私の力、お使いくだされー。そうしてー、のあれか。アメハジョードラキュラ、ギャラリーオブラディリンスネタがこんなところに。これはブブブブブブブお使いということなのか？そうなのか？逃げるなー。お前、全国のデビルハンターから嫌われてるぞ。だから危ないって。レッツチキンプレイ、あ、どう？ OK。ルメイルブルでは物理に囚われていてはいけないのです。うおー、ブーイリー。そうだ、挑発へ死にたい。かっこ悪いー。
だがあれだ、世間では完璧な人間よりもちょっとドジしたりする人の方が愛嬌があって好まれるもんだ。テヘペロテヘペロ。まあ黒羊なセバスチャン的には理解できないらしいけど、裸羊的にはありなんじゃなかろうか。ですよね、カズマさん。なっさいなで、出たー、逃げ馬。まずはお主から倒す。落ちろ。3体マツコにトリガーバースト。ユーティフォー。ちなみに今のは狙ってたわけじゃなく、ラッキーヒットです。うっとうしいわい。なんでどいつもこいつもクレイジーコンボの前に死ぬんだ。さーて、そうして、を使ってようやく先に進めるね。おいーん。ミスった。いざ行かん。本当に大丈夫ですよね。こえほう、これまた豪華なエレベーターだが、ふむ、説明書によると、定員5人までとな。だからレブチューンモーターではパワーが足りない、とあれほど言ったのに。何この氷落ちるよー。全員5人だって言ってんだろ。乗ってくるな。落ちろ、バイオハザードのヘリコプターのごとく。ブラストを。うわー、落ちてしまう。わない。落ちるのは黒ヘル、おめえらだ。あと高校受験と大学受験もな。さて到着っと。もうさっきの落ちかけた時に何がヒュンとなったけど、おかげでもう何も怖くないってこえー。絶壁だよこれ。落ちたら死ぬる。さて、再び装備チェンジっと。アグルド戦はまあお察しの通りロイヤルガードですよ。ボス戦はやっぱこれでなければ。アムロ行きまーす。おう？最初からやっとけ。コンティニューカット。狙いはみんなのトラウマ。青鬼さん、ユーティフォー、ユーティフォー。攻撃を弾かせてタイミングを測るよ。ユーティフォー。さて、すでにお気づくかもしれませんが、通常マスト大モードでは2回目のガードで弾かれます。でも今は3回までガードしてるね。つまり何が言いたいのかというと、難易度ダウンするほどコンティニューしたってわけだね。これちょっと悔しい。おい、引っかかっとる、引っかかっとるよ。うーらー、ユーティフォー。
今のよーく見るとわかりますが、魔人化が間に合ってないです。ジャストリリースした後でトリガーバーストしてるだけ。ユーケボー。本当はベオウルフ装備の魔人化状態でジャストリリースするのが一番いいんだけど。うわー、ミスったー。あ、そう？トリガーバーストの癖があるからなかなかうまくいかない。うーわー。ユーケボー。ユーケボー。ユーケボー。こんなに弾かれまくってると続きで味が落ちそうなもんだけど、このコートには匠10号、キレ味10がついてて、キレ味プラス1と技物が発動してるから大丈夫だ。問題ないとロス。うーんらー、言うてこう。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 ユーケボー、ユーケボー、ユーケボー。あー、ミスった。あぶねー。行くぜ、ダンテのラストターン。ドロー。うーわー、アンジョに当たってねー。ちくしょう、ジュゲムさんがまっすぐ向いてくれないから。うーわー、ザク、ここ。栄養ってのは待っててもダメなんだよ。俺より強いやつに会いに行く。くらいの行動力がなくては。いいんだ。約束破るたびにジュース一本おごれな。勝利のステップ。そして最後は、ウェーイ。これはひどい。何あのダメージ？逆算したら何人のダンテが死んだか分かっちゃうじゃねえか。というところで、今回はここまで。見てくださった皆様、あなたは間違いなく四天王の一人。スワ。